それではビルの内をご注目ください。男子教室ジャベリックスロートップ8の紹介をいたします。試技順に申し上げます。光浦君 ISC、 これまでの記録35m40、哲学君 A 38m89、前田君中山38m86、八木君大隅40m66、斉藤君晴水中央42m97、松下君平田山43m17、有村君重富44m39、そしてこれまでのトップは48m74となっております。4投てき目以降の試技に期待します。頑張ってください。この後のクラス競技は共通女子 100m ハードルの決勝が行われます。この県中学記録は2012年に鹿児島大学付属の竹野瀬さんが作りました14秒44、大会記録は2011年に西村関原の内枠田さんが作りました14秒75です。この決勝予選のタイムとなりますと、第3レーンを走ります六三佐木中熊本が15秒56、失礼しました、第5レーンを走ります中村さん大宮が15秒54、それに続きまして第3レーンの実産佐木中が15秒56と続いております。スタートまでもうしばらくお待ちください。それでは交通女子 100m ハードルは決勝です。これに出場する選手を紹介いたします。第1レーン岸本さん仙台北、第2レーン新潟さん大江戸、第3レーン別府さん朝霧、第4レーン白石さん九州学院、第5レーン中村さん大宮、第6レーン松沢さん西村関原、第7レーン道後さん、斉藤さん大江戸、以上8名の出場によりまして共通女子 100m ハードルは決勝です。注目していただきます。ご注目ください。